鳥羽商工会議所会館に掲げられた三重新幹線の看板三重新幹線構想とは、東京と三重県南部の間を直通するミニ新幹線を導入する構想のことである。1995年の三重県知事選挙の際、知事候補であった北川正康が公約として、三重県内と東京を直結させる新幹線の構想を打ち出したのが始まり。 知事に当選した後、三重県によるミニ新幹線導入の検討調査が行われ、1999年に実現性ありとの最終結果が県議会に報告される。これを受けて、鳥場商工会議所などが中心となり、三重新幹線推進協議会が設立されるなどした。しかし、JR 東海の現状では導入不可能という見解もあり、2003年に 北側が退任するまでに実現できず、知事の退任で計画そのものも自然消滅した。ただし、その後も鳥場商工会議所を中心とした誘致活動が続けられている。構想当初は在来線を利用する案と近鉄線を利用する案の2案を想定していた。東京駅から東海道新幹線の車両と連結してきたミニ新幹線の車両を名古屋駅で切り離し、 スイッチバックで軌道を変えた後、関西本線、伊勢鉄道伊勢線、紀勢本線、三宮線を経由して、鳥羽駅、新宮駅に至る方式。紀勢本線などの線路は、非電化、狂気であるため、電化やミニ新幹線用のレール増設が必要である。また、名古屋駅の改良も必要となる。名古屋駅までは、在来線案と、同様、近鉄名古屋線。 近鉄山田線、近鉄鳥羽線を経由して、鳥羽駅に至る方式。近鉄の路線は、新幹線と同様、標準機であることから浮上した案。三重県での資産は、在来線案のみであったため、具体的な検討はされていない。近鉄島線への導入については、明記されていない。三重県は、山形新幹線を手掛けた、JR 関連のコンサルティング会社に調査を、 委託、1999年6月23日に行われた県議会生活振興委員会でミニ新幹線導入の資産を報告している。導入されれば、東京蕎麦館は約50分、東京新宮館は約75分短縮される。事業費は、名古屋蕎麦館が約857億円、滝新宮館が 約659億円で総事業費は約1516億円となり、後期は4年程度と想定した。需要予測は、1日あたりの旅客の増加数は、名古屋蕎麦間が5900人、滝新宮間が2000人、投資会周年は、名古屋蕎麦間が開業後7年目、滝新宮間が同16年目と見込んだ。当時の新聞記事によると、 JR 東海広報部は、東海道新幹線は、輸送能力の限界に達しているため、ミニ新幹線の入る余地はない。また、近鉄広報室は、膨大な投資に見合うだけの効果が期待できるかどうか、疑問であるとの見解を示している。また、1999年7月26日に、津市で行われたリニア中央エクスプレス。 建設促進権規制同盟会の総会で JR 東海の中央新幹線計画部の部長が東海道新幹線の輸送能力は限界に来ており現状で違う列車を入れるのは不可能。中央新幹線が完成して東海道新幹線に余裕ができれば導入は可能になる。と述べている。ありがとうございます。